い、西田の新選組のチャンネルでございます。日中はですね、2023年6月の29日でございます。はい、もうですね、夜のね、7時ぐらいをもう回っているんですけども、急にですね、雨が降ってきました。雷雨でございます。稲光もですね、すごいですね、うん、わーすごいですね。今ね、光っておりますよね。急にね、雨が降ってきましたよね、うん。昨日もね、この時間降るっていうね、予報だったんですけども、昨日ですね、大野市、雨降らなかったです。いやー、急にですね、稲光すごいですね、もう、うわ、光ってますね。大野市はですね、やはり山沿いですので、うわ、また光りましたね。やっぱり天気はね、変わりやすいんですよね。うん、雨もですね、かなり今強い、雨もですね、かなり今強く降っております。はい。稲妻の音もですね、すごいですね。稲光もですね、すごいですね。はい。これからですね、こういう季節に入っていくのでしょうか。うわー、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 すごいですね。雷落ちたんじゃないですか、これひょっとしたら。うん、すごいですね。去年はですね、この落雷によって、青梅市ですね、建物が火災になったというですね、事件もございました。はい、うん、かなりですね、風も出てきましたね。急にです、急にですね、風も吹いてきました。はい、雨もですね、かなり強くなってきました。はい、現場からは以上でございます。実は全然のチャンネルの皆さん。